どうも、テレバイト野田です。山本です。関谷記念の東京解説、はい、関東馬を中心にやっていきたいと思います。アベラーレいかがでしょう。まあ、欲を言えばね、うん、ですけど、うん、ちょっと反応面に良化の余地があるかなっていう感じです、うんうん、でもまああれだよね、休み明けにしては一週前にしっかり負荷かけたり、うんね、もうやることやって体仕上がってるしね、うん、まあ順調に仕上がったかなとは思います、うん、まあね、体もラインもすっきりしてるし、うん、ちょうどいい感じね、はい、アナザーリリック、まあ、ちょっと今週ね、まあ、余力残し努めたんですけども、うん、ラストはね、自らハミを取ってグイグイ走ってね、いいね、これは最後の迫力とか完歩の大きさとか、うんうん、目立ってたし、いいと思います、うん、これ、こうしたからですよね、うん、はい、コンシリエレ、まあ、ちょっとダートを視線としてるんですけどね、うん、まあ、芝の外回りが合うかどうかの運動は別として、うんうん、この馬としてはね、ああ動いた、ああなるほどね、うん、ああまあな、もうちょっとやっぱ体の使い方とちょっと違うかなって気はするけど、うん、まあひとまず順調には来てるかなと思います、うん、じゃあ国枝厩舎行こうか、はい、ビューティフルデイは、ビューティフルデイはね、まあ元々重心低いんですね、この前、うん、まあ、今回もね低い重心からねすごい回転の速いピッチを繰り出して、うんうん、これはよく映ったんですけど、うん、よく映りました、うん、フィアースプライド、うん、まあ、集中力あったのが一番いいかなっていう、そうだね、まあなんか力みもなくね、うん、うん、なんか重心のブレもなかったし、うん、この2頭だとうちだとフィアースの方が上かなと思います、うん、ちょっとビューティーとかちょっと力みがあったのがね、うん、気になるかなと。ホルコメン、まあ、ちょっと頭高いかなっていう感じなんですけども、うん、まあ、先週もしっかり、ね、攻めてはいるんですよね、まあ、それと合わせて、それとの合わせ技で、うん、まあ、合格点かなっていうのが僕の印象です ね。ちょっとふわっとしてたのがね、うんうん、気になるとこですが、うん、ん、関東馬以上、うん、どれがいい、アナザーですね、だよね、うん、これが抜けて関東馬では具合が良さそうな感じがしますけれど、やっぱり結構にちょっと暑いから、うん、なるべく余力を残したい。なるほどね。うん、まあ、今週もね、なんかね、うん、新潟がね、暑いみたいなので、うん。うん。関西が気になったのは、ララクリスティーン。あ、これが超抜けてない関西馬の中では。そうですね。ね、まあ。前回がね、うん、ちょっと競馬で力んだとこあるから、うん、どうなるかなと思って見てたんだけど、うん、なんか、うん、足溜まってるし、うん、すごいなんかリズムが良かった、うん、リズムがいいね、うん、この感じで臨めれば、うん、まあ、力は出せそうだし、なんか動きそのものもいいね、うん、まあ、これで見ると全般的にやっぱ頻繁がいいかなって感じ、うん、やっぱりそういう感じはするね、オス馬よりはね、うん、まあ、そういった争いになるんじゃないかなと思います、うん、ですね、以上です、はい、そんなところで